先週、中古車販売大手ビッグモーターの松本店で盗まれた車3台が松本市外で見つかり、店に戻されていたことが分かりました。警察によりますと、9日午前2時ごろ、ビッグモーター松本店で屋外に展示していた国産車3台が盗まれました。その後、3台は乗り捨てられたような状態で松本市外で発見。12日までに店に返却されたということです。県内では先月、小諸市の車検場で車3台が盗まれるなど盗難被害が増えています。警察は広域的な連続窃盗事件の可能性もあるとみて調べています。じゃあ実際、じゃあ鍵がかかっているかどうかというのをちょっと調べますね。もらえますね。じゃあ実際に大丈夫ですね。いいですね。相次ぐ車の盗難を受け、警察は松本市の中古車販売店で車の盗難防止について指導しました。警察官が展示されている車の施錠や車内に鍵を置き忘れていないかなど管理状況を細かくチェックしました。プロが盗むってなると、多分もうどんな手口使うかわからないので、やはり通常では考えられないようなことも店舗として考えていかないといけないなと、はい、改めて思いました。車両の中に鍵を置きっぱなしにしない、事務所内にはですね、鍵を保管しない、タイヤロックをかけるなどをですね、防犯対策を強化していただきたいと思います。警察は自家用車も被害に遭う可能性があるので盗難防止ブザーを設置するなど防犯意識を高めてほしいと呼びかけています。